皆さんこんにちは。こんにちは。表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。アシスタントの吉田直です。本日も KBS 京都のラジオスタジオからお届けしております。この番組は毎週月曜日夜9時30分から放送している番組で、今のあるがままをたっぷりとお届けしております、はい、今日はねちょっとね僕これね何回も噛んでしまってちょっと言いにくいんですけど、はい、種子法廃止と種苗法改正、うん、この話をします。種子法って2年前くらいにねなんか廃止されたっていう。でさらにこう種苗法っていうのもなんか改正されたと、はい、どっちも種でなんか何がどう違うのよく分からへんなみたいな。そうですね。これでなんかどうやら種苗法の方はなんか日本のなんかそのイチゴやとかシャインマスカットが流出するのを防ぐんやからええんちゃうのみたいな声が多いんですけど、はい、もう実はその背後にはもう海外の大多国籍企業があって、そこがもう種でビジネスやってるやつがおってね、うん、もうそいつのために法律変えて、もうそいつが儲かるようにするために法律できたと。日本のためじゃなくてですか。でね、だから、ね、今日はねタイトルはね種子法廃止と種苗法改正で外国に売り飛ばされる日本の食と農と。恐ろしいタイトルですね、うん、もちろんね一部日本人の利益が守られてラッキーと思ってる方がおられることはもちろん間違いないです、はい、そしたらそこだけ守って外国の企業ほっとけやと。そうですね。なんでよその子供ばっかり大事にしてうちの子大事にしひんねんという話を、うん、最近そんなんばっかりですね。いやほんまそうですよ。菅さんも田中さんもガース黒光言うてる場合ちゃいますからもう、はい、お願いします。お願いします。最後までお聞きください。種子法廃止と種苗法改正で外国に売り飛ばされる日本の食と農。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは。表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。こんばんは。アシスタントの吉田直です。あのね、はい、ちょっと前ですけどニュースでね、これ12月2日なんですけども、種苗法、種と苗の法律と書いてね種苗法、この改正の法律が成立したんですけど、これ、はい、ご覧になりましたニュースとかで。ニュースではい、うん、ちらっと見ましたけども、ね、内容まではちょっと分かんないです。でこれね要はね、農水省がね主導してこれやったんですけど、なんでこれ作られたかっていうとね、はい、政府主導でこう法律の案作って通して、国会で参議院も衆議院も参議院も通って、成立したっていう法律なんですけどね、うん、要はイチゴとか日本ってものすごい品種改良してものすごい美味しいイチゴがあるんですけど、これがね、いわば韓国にその種が流出、はい、種苗がね、うん、流出しちゃって、もう今やねなんか日本よりも洋産いちごを輸出してると。日本産のいちごをね、なんかそんなことになったりね、はい、あと最近なんかシャインマスカットってその食べるやつあるじゃないですか。皮まで食べられる。そうそうそう、あれ美味しい美味しいやつね、はい、あれもなんか外国にすごいこうなんか盗まれるっていうかね、はい、なんか外国の人が勝手に外国で作っとると、それで日本の輸出が脅かされてるっていうのがあってね、これを保護せなあかんっていう名目で種苗法が改正されたんですよ、はい、それは大事なことですよね、うん、そうそう、なんかこれねいいもんやとこうみんなね思ってる人がいるんですけど、はい、実はねそれはねいわゆるねカバーストーリー、はい、表向きの建前はそうなってるんやけど、ほんまは全然違う意図でこの法律改正されてんちゃうかと、いう疑義が 99.99% 間違いないと。そうなんですか、うん、だってもうこんなんもう明らかやんこんなんみたいな。これ要はね日本の法律ってね、アメリカとか外国に言われてお前のとこの日本にね外国が来てね、はい、お前のとここの法律あるから俺らの企業入られへんやんけと、うん、うちの国の会社ビジネスできへんねんからこの法律お前なくせよとか、うん、この法律こう変えてくれよお前って。ほんで日本ははいわかりましたはい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 わかりましたそうさせてもらいますっていっぱい法律変えてるんですよ。そうなんですか、うん、で特にねこの種、うん、稲この苗ね種とか苗こういうものはね、絶対日本人お腹すくじゃないですか生きてる限り日本人生きてる限り、はい、だから絵とか服とかやったらもう私そんなんいりませんっていう、うん、なんちゅうかこう贅沢品やったら、はい、だから買わんかもしれませんけど食べ物って絶対生きてる限り買うじゃないですか。いります。だからねめちゃくちゃ硬い商売なんですよ、はい、でそれを作ってんの種でしょ、うん、こう稲でしょ、ごめんなさい、種と苗でしょ、でだからその種と苗をね抑えてたら絶対金が儲かるんですよ。そういう仕組みなんですね。そうそうそう。だからそこをね、もう世界的なね、これバイエルン、モンサントっていうね、超大企業をはじめとしてね、いろんなでっかい会社があってね、はい、そこが日本のマーケットでビジネスしたろうと思ってて、その意向を受けた政治家たちが日本にやってきて、お前この法律なくせや言って種苗法の前に種子法がなくされて、ありましたね。でこれ2年前にこれなくなって。で種苗を変えれやって変えたというふうにしか思えないというお話を今日はいたしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、聞けば日本の食と農の危機がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。さあお送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは種子法廃止と種苗法改正で外国に売り飛ばされる日本の食と農。うんこれね、今は種苗法の、ね、改正がついこの間あったということですけど、ちょっと分かりやすいのは種子法の方なんで、はい、種子法の廃止の話からねこれしていきますと、種子法って何かっていうとね、それぞれの都道府県がですねそれぞれの都道府県の農家の皆さんにが、そのお米を作ったりとかする時の種を、はい特にお米ですけど、その種をですね、ちゃんと行政が開発をしてでそれを供給してたんですよ。はい、その農家さんにこう供給してたんですね。でそれで一目ぼれやとかね、コシヒカリやとかっていうのをこれは実はね政府が作ってたんですよ、自治体さんが。でこれ農協やら何やらみんなも協力してるんですけど、はい、これね公的資金を投入してお米の種を絶対よその人が入ってけへんように国がこうやってたんですよ。国というか自治体がね、はい、その行政がこうやってたんですよ。でその行政がやりなさいよというのを定めたのが種子法なんですよ。でもねこれはねその種会社ってさっきちらっと言いましたですけどね、モンサントっていう超大企業があって、日本もタキイさんっていう企業がありますけど、これも全世界的に言うともだいぶちっちゃい方なんですよ。もう世界の方がもうめちゃくちゃでかくなってて、そこがねもうアコギな商売しててね、あらゆる国に種を売り飛ばしてそれでお金を儲けるっていうビジネスをやってるんですけど、この日本人でお米たくさん食べるじゃないですか。はい、主食です。そう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 ね、水穂の国って言われるぐらいですから、そのでなめ祭なりなんだでも天皇陛下もそのお米を米作りのためのイベントというかありますね、儀式をこうしてらっしゃるじゃないですか。それぐらい日本にとってもう稲作っていうのは極めて重要な、生きていく上でも大事だし文化的にも極めて重要なもの、だからそこはねずっとね外国人が入ってこれない聖域にしてて、その聖域を守ってた守護神が種子法だったんですけど、それがあるから俺ら入られへんやないかと。外国ちょっとなくしてくれよということで TPP ってあったじゃないですか。はい、環太平洋パートナーシップ、ね、そう大正解でね、最初、途中でアメリカ抜けましたけどトランプやめよう言って、はい、でも最初トランプがなる前ずっとアメリカ入ってて、その時にアメリカが首相をなくせよって言って「分かりました」って日本はそれでもういいダクダクということを聞いてたんですよ。その代わりちょっと車の関税ちょっと下げてくれよみたいな、はい、ちょろっと下げてよみたいな、でそれでもう売り飛ばすからこれもいいしいいし言って。もう構え言って主人公が亡くなったんです。でそこでだから外国の人がガサッとねこう入ってくるリスクが高まったわけですよ。でねモンサントっていう企業はね、今はもうちょっとバイエルンに買収されましたけど、結局同じことをやってるわけですけど、すっごいアコギな商売をされててね、遺伝子を組み替えて種を植えたら育つんだけど、そこで出来上がる作物には種ができないように遺伝子操作してるんですよ。だから要するに、自家増殖ができないようにしてるんですよ。そうなんですか。そうしといたら延々にモンサントから種買わなあかんようになるんですよ。そうですよね。でそうやってこうずっとビジネスやるっていうそういうビジネスモデルを作ってるわけですよ。なんかそんな遺伝子組み換えされてるものを食べるのも怖いです。そうもうそうでしょ、そういうのもあるし、で遺伝子そうなんですよ。でこれでだから日本には遺伝子組み換えはやったらあかんよというか、その遺伝子組み換えをこう規制するような法律があったんですけど、それやったらうちの種売れへんやんけ、それも改正させたりなくさせたりとかして、日本はそれもいいダクダクということ聞いてるんですよ。でそんなことをやられててね、でさらにねこの種恐ろしいものでね、この種に合わした化学肥料とかを作るんですよモンサントは。でこの肥料を使ったらもうめちゃくちゃその虫とかなくなるんですよ。でしかもめっちゃ強いんですよその種は。その農薬撒いたら、はい、その作物も枯れたりとかするじゃないですか、はい、でも枯れないような組み合わせのものを作っとくんですよ。なんかそれどうなんですか。でそれでやってるからこうセットで売れるんですよ。しかも化学肥料もそれに合わせて作れるからセットで売れるんですよ、はい、その代わり土とかボロボロになるんですけどね。もうでもね、その3点セットでもずっと売り飛ばすっていうね、アコギな商売をやってはって、でその商売をやるためにその自国のね、まあ、当時アメリカ企業だったんでモンサントはアメリカの政治家に働きかけて献金とかいっぱいやって、でいろんな国の種子法を廃止しろということで、もうアジアだとか世界中の国々の種子法とかも廃止したりとかしてたんです。日本だけじゃないんですね。そうそう、全部それやられてるってことなんです。グローバル企業なんで、ね、その流れの中でこの種苗法もあるわけですよ、はい、で種苗法というのはどういうものかっていうと、その生鮮食料品とかね、こう苗とかこう種とかってこうやっていくわけですけど、これは要するに開発者がね、はい、これはね、この種苗法というのは種苗、種と苗に関する、なんていうんですかね、コピーライト、なんていうの、コピーライト、コピーライト、なんていうの、著作権、はいはい、ちょっとね、もとい、種とか苗に関する著作権を守る法律なんですよ。うんうん、音楽とかでも著作権守ったり、文章とかの著作権守るじゃないですか、はい、それと同じように種の開発者の著作権を守りましょうと、他の人に真似されないように。でだから日本人が作ったそれこそアマオとかね、はい、なんかあるじゃないですか、そのシャインマスカットとか、うん、そういうものの開発者の権利を守ろうというふうにこれ使えるよということにもなるんですけども、はい、今やね、品種改良のねシェアって日本はどんどん減ってって、やっぱりねアメリカとか中国とかめちゃくちゃ増えてるわけですよ。まあ、もうだから先進諸外国はもうすっごい増えてて、はい、だから結局ね、この作ったその開発者の権利を守るとなったら、日本人よりも外国の大企業の権利が守られるように、まあ、なっていくわけですよ。日本のためと言いながら、実は外国の大企業の権利を守るためにこれ入れてほしがってたわけですよ、モンサントは、はい、バイエルンとかは。でまあそこだけじゃないですけど、いろんな企業がね。でそれでこの法律が入ったということなんですよ。はい、でこれだからそうなるとどうなるかっていうと、普通の遺伝子組み換えじゃなかったら種ができたり苗ができるじゃないですか、育ててると。でそれを使って農家さんはずっと作ってたわけですよ。この自家増殖っていうんですけど、多くの日本の農家はそれでやってるんですけど、それがこの法律が通るとできなくなるってことなんですよ。ってなると農家さん大変ですよね。でねっていうと賛成論者はね、いやいや違うよ藤井さんと、はい、そんなものはね指定した種と苗だけなんだから、指定外が 90% 指定してないから大丈夫だよってまあ言うんですよ。指定してなかったら自家増殖できるんですよ、はい、これはアマオあかんとかって言ったら、指定したらそれ自家増殖できないと、うんうん、だからちゃんと一般の日本の農家が被害を及ばないようにしますよって言うんですけど、これが真っ赤な嘘なんですよ。これはね、98年はね、その指定品種って23種しかなかったんですけど、はい、この20年で20倍になってるんですよ。増えてるんですか。すんごい増えてるんですよ。で品種でいうと確かに 10% なんですけども、生産額でいうとね、ものすごいシェアがあるんですよ、うん、地域によったらね、これ松平さんって言ってね、兄弟のこういう研究されてる方にお聞きしたらね、地域によっては 90% の作物がもうこの指定対象になってるそうなんですよ、そうなるとそれを買わなあかんわけですよ、毎回、あるいはその自家増殖をするんだったら、はい、その使用料を払い続けないといけないんですよ。だから開発者は何もせんでも左打ちゃでお金がガッポガッポ儲かるっていうことに、まあ、なってるんですよね。それだったらもう農家さん立ち行かなくなってしまう人も多いですよね。でこのインドネシアとかね、タイとかでもアジアの国々でもまあそんなことになってると、はい、いうことなんですよ。でこの種子法と種苗法がこれセットで、考えなあかんのに、この種苗法の賛成論者たちはね、もういやいやこれはもうアマオとか守るために必要なんやって言ってるんですけど、それはもう騙しのようなところが半ばあるわけですよ。もちろん日本の権利が守られるところは当然あると思いますよ。でもね、じゃあ日本だけ守ったらいいわけですよ。それだけを改正すればいいですよね。だからね、法律の内容とかでもね、はい、だからその指定とかでも日本人が作ったものだけ指定すりゃ、いいわけですけども、これ当然外国のものも使われていくようになるわけですよ。はい、でっていうかもともと外国は TPP とかのねその RCEP とかの交渉でそういうところを議論してるわけですよ。でこれはちょっと俺用にこれしてくれよとこう言ってて、でね結局これどうなってるかっていうと日本は、カロリーベースで言って自給率が 40% しかないんですよ。はい、60% 輸入だから外国のものを輸入してるわけですよ。でも一応 40% 作ってます。でもその 40% 作ってる日本のものの種とそれから苗もですね、結局外人さんが供給してくれたものになってるので日本人の胃袋がですね、全部外国に商売道具に使われると。これからそういうことをこれね、TPP とか RCEP だとか EPA だとか FTA だとかいろんなこと、言うじゃないですか。そういうので日本人の胃袋がどんどんもう商売道具に使われて、その代わりのバーターで車の関税をちょっと下げてとかってやってるわけですよ。グローバル化がいかにね、悪いというか日本人にとって不利みたいな。ほんまにそういうことなんですよ。でね結局その関税だってねアメリカとの交渉においては下げへんっていうかね、それどころか私上げさせてもらいますわって言われてますからね、結局単なる損してるっちゅうだけなんですよ。そうですよね。こうなるとねだから結局日本人の食が全部外国に牛耳られてしまうだけじゃなくてですね、だから日本の農自体がもうどんどん所得が外国に抜かれていくってことですからね、日本の農家がどんどん貧困化していくわけですよ。そしたら農家さんいなくなってってね。そうですよね。だからね日本がねみずほの国でなくなるんですよ。それはダメですね。なくなるんですよ。でね、田園がなくなっていくんですよ。そしたらね田園の中で培われた日本文化であり田園の中で培われた日本のこのマインドというかね、日本人のちょっとベタな言い方すると日本人の心っていうんですか、このなんていうかこう郷愁があったりね日本人らしさというものがね実はねこの田園があったからこそ出来上がって保持されてたのに、だからこのままだったらねなんかビジネスのためにねもうみずほの国じゃなくなってね日本人の心が日本人じゃなくなっていくっていうことになっていくわけですよ。じゃあねその日本の心っていうか日本の風景ってどんなんやったかっていうのをね、思い出すためにもぜひねこの一曲聴いてください。さだまさしのかかし。さだまさしでかかしお届けしました。いや懐かしい、僕的には懐かしい曲ですか。めちゃくちゃ懐かしい、久しぶりに聴きました。1977年これ僕が9歳の時でね、実はねこのかかしの入ったさだまさしのベストカセットテープっていうのがあってね、それをね僕大阪にね僕当時昔切手集めが好きでね小学生の時、で切手をねやっぱ奈良県でなかなか売ってないから大阪の町に買いに行くわけですよ、豊富にあるからね。で父親と一緒にね日曜日かなんかね9歳の時に一緒に買い物に行って、そしたらねなんかカセットテープが一緒に売ってたわけですよ。でね「あこれ買って」って言ってね「いいよ買ってあげるよ」って言ってね、小学生にしたら高価なものですけどね、親父がね買ってあげるよってね、買ってくれたのが僕の最初に買った音楽商品なもうこれなんですか。なんかもうテープがもうビロビロに伸びるぐらいいつも聴いてましたね。これね人前で言ったのは初めてかもしれない。やっぱりねロックブルースやってる人間がね1枚目がさだまさしですわね、ちょっとね格好がつかんちゅうことで実は僕ねほとんど言ってなかったんですけどね。そうなんですねここででもね実はね、日本の田園風景日本人の心のね、奥底にあるの何かなって考えてたかかしやなと思ってね、ぴったりですね。当時ねこれなんでこれ買ってくれたかって買ってって言ったかって言うと僕ね小学校の時ねさだまさしの歌真似をね、よくねクラスの中でやってて「藤山似てるな!」とかって調子に乗って歌を取ったんですよ、いつもさだまさしのね真似をしてね、こうやって歌ってたんですね。それでちょっと気になってたんですよ、さだまさし。でもさだまさしこれちょっと買っていいとか言って、でもう20年前になったもううちの父親も亡くなったんですけど、こういうの聞くと本当お父さんのことをね父親思い出すなというふうに、奈良のね生駒ですから田んぼいっぱいあったところですけどね、なんかその田んぼと父親とで大阪にも行きましたけど、なんか父親との時間っていうかね、なんか思い出しますし、田園今でもね実家まだ残ってますけども、母親が一人で住んでますけども、なんかねそういうのがねあるっていうのがね僕の中何をやっててもこのなんか都構想どうやとかね、TPP どうやとかコロナどうやとか麻生太郎どうやとか言うててもやっぱりねあそこのふるさとのね時間と空間がね、芯にあるんですよね。だからね、今日だから日本の心みたいなこと思っててね、これ台本書くときに、はい、でじゃあこの曲かなとちょっとカミングアウトしてみようかなとね、これどんな歌詞かっていうとこうなんですよ。山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ落ちてくる、銀色の毛布つけた田んぼにぽつり置き去られて雪をかぶったかかしが一人、お前も都会の雪景色の中でちょうどあのかかしのように寂しい思いはしてはいないか、体を壊してはいないか、うん、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔を待ちわびるお袋に聞かせてやってくれと。これはね、なんか多分ですけどお兄ちゃんと弟でね、お袋って言ってますから、なんか弟が東京かなんか行っとるんですよ。お兄ちゃんはなんか田舎におるんですよね、はい、でそこで弟のことを思ってるんですよ。でかかしを見ながらね、はい、できっとこの弟の方にもこのかかしのいる田園風景が心にありながら、それをね心の芯に据えながら東京で頑張ってはるんですよ、はい、これがねやっぱりね、その人の強さになってると思うんですよね。で僕も支えてるものですよね。そうそう、だから僕もやっぱり生駒のあの田園っていうのがね、はい、まあその時の生駒ね、名畑幼稚園のまあ友人、今でも酒飲みますからね僕ね、うん、そいつらと幼稚園の頃の、はい、もうあの幼稚園の頃にあの女ええ女やったなとかって話しますからね、幼稚園児が幼稚園児、あの女だけやっぱりちょっと光り輝いてたよなみたいな、そんなことを言ったりねすごい幼稚園時代ですね。それはねなかなか趣深いものがありますよ、幼稚園からのね。でそれはねやっぱ彼らと酒飲んだりとかね、年に1回とか2回とかするのはやっぱりねあのふるさとを共有してるから でそれぞれ全然違う仕事をみんなしてるんだけど、やっぱりふるさとがあるっていうのがね人間の強さになってるんですよね。それをこの種苗法とかね、種子法は潰しに来とるっちゅう話ですよ、このふるさとの風景を。でしかもですよ、これみずほの国っちゅうてるわけでしょ日本が、はい、だから皇室の話もあるわけですよ。それを単にね政治家どものねビジネストークかなんかに使いやがって、絶対俺は許さんからな。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は12月3日木曜日の夜7時30分頃に行っております、ね、まあ、今日3日ですから、ちょうど昨日ねこの種苗法の改正法がまあ成立したっていうことなんですけど、やっぱりこう種子法、はい、種苗法の話ね、まあ、ややこしい話ですけど、まあ、最終的には日本人の暮らしが良くなるっちゅうよりも、これは外国の大企業が金儲けするために法律を変えさせられたと、まあ、いう話なんですよね。インターネットでもね、あの反対しますっていうハッシュタグとかが、でもちろんねこれによって日本の利益が守られる農家さんもあることは間違いないです、うん、でそれはねそれは大変結構なことですけど、で日本の国民の農家だけを守って、うん、そこだけを保護して外国の農家は守らんようにしてもらわんと、だって親じゃないですか、うん、日本人からしてみたらその親はでも自分の子供助けてほしいのに、はい、自分の子供とよその子と同じに扱うどころか、よその子になんかベベ着せたりとか ねしてると、もうそれも一つの虐待じゃないですか。なんかそこ一緒にしないでほしいですよね。ちょうどそんなメッセージもいただいてますから、ちょっとご紹介いただけますか、はい、愛媛県にお住まいのラジオネーム、安田裕樹さんです。ありがとうございます。編集長なおさんこんばんは。いつもラジオ楽しく勉強しております。はい、どうもこんばんは。藤井編集長の日本政府イコール親、国民イコール子供という観点から政府に国民を虐待されているというお話、その子供にあたる僕はものすごくうなずけましたと、ね、はい、だからねやっぱり政府って超絶な力を持っててね、はい、で国民ってまあか弱いわけですよ政府に比べたら。そうですね、税率上げろ言ったらもう払わないしょうがないじゃないですか。もうここ日本に住んでる限り払わへんかったら捕まるし、はい、だってもう警察もおるしね、なんかもう何されるかわからないじゃないですか、親めっちゃ怖いみたいな感じですから、でもなんか親が用意したもんで僕ら生活していかなあかんみたいな、だから親子の比喩ってねかなりの部分当たってて、うん、そう考えるとねこの種子法種苗法はね、なんかよその家のことばっかりねなんかこうヘラヘラしてこびへつらって子供のことをええ加減にしてるっていうね、もうろくでもない親父っちゅうね、そんな姿に今の日本政府はね、なってんちゃうかなと。でそういう政府の今ど真ん中におられるのが菅義偉さんですから、はい、これちょっとでご紹介いただけますか。次号の最新号、はい、表現者クライテリオンの最新号ですが、タイトルが菅義偉論、改革者か、破壊者か、僕からしたら改革っていうのは破壊ということですから、破壊者か破壊者かって言ってるのと一緒なんですけど、はい、この菅義偉っていうのがどういう方なのかをね、しっかりねやっぱりね一国の総理のなわけですから、はい、この方にね僕たちの暮らしがめちゃくちゃ左右されるわけですよ。そうですね、その総理の一言で日本は動きますから。だからねちゃんと立派な方やったら応援せなあかんし、あかんかったらあかんやろって言わなあかんし、支持率下げなあかんしね、はい、あるいは支持率上げなあかんし、よかったらだからね菅さんってどういう人物なのかっていうことをねやっぱり今しっかり認識することが絶対大事なので、はい、そこをねぜひね皆さんにねご理解いただきたいと思って、編集してる雑誌でね、これはね、はい、古賀誠とか亀井静香とか、はい、森田実とかね、もう重鎮の人にね、菅君はねみたいな人がいっぱいいるわけですよ。菅君はねあの時はねこの時面倒見てやったんだよみたいな人から、はい、僕らの若手からねいろいろと若手がいろいろと文献調べてこう論文っていうかこう原稿をまとめたやつとも変わりますから、ものすごい多面的に菅義偉という政治家が浮かび上がるようになってますから、ぜひねご覧いただきたいと思います。これあさって発売、もうすぐですね、そうですそうです、はい、ぜひこちら書店、あるいはインターネットでご購入よろしくお願いいたします。ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけますので、ぜひチェックしてください。そして12月21日、来週ですよね。もういよいよ来週になりましたね。この番組いつもね収録で行っているんですが、なんと生放送で9時半から10時までがっつりがっぽりと生で皆さんとご一緒しますよ。お届けしますのでぜひ皆様楽しみにお待ちください。そして番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは藤井@kbs.京都です。よろしくお願いいたします。いやもう来週楽しみですね。楽しみですね。じゃあ本当にそれではまたね生で来週月曜午後9時半にお目にかかりましょう。来週午後9時半生ですよ。はい、それまでさよなら。じゃあ本番始めさせていただきます。5秒前、4、3、2。東京本間もん教室という番組をですね東京 MX テレビで日曜日の午後7時から8時各週なんですけど番組をさせていただくことになりました。いわゆるフェイク、デマ、嘘、そういったものがもういっぱいはびこってるっていうのはもうよくご存知じゃないかなと思います。まがいもんばっかりの世の中の中でほんまの情報はこれなんやと、ほんまの考え方こうなんやと、ほんまに日本を要するんやったらこうすんのが必要なんやっちゅう話をですね地上波のテレビでほんまもんを提供していくと。各週で、週1時間、日曜日の午後7時ですからかなりいい時間帯ですよね。絶対に面白い番組をほんまもんを一人でも多くの方にお届けしようと思ってございますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。